まあね。もうちょい、はい、
になるやろね。うん、え、段のついやろね。段のついていい感じになるかなって。なるって思う。スイカ下がこう上まで上がれないのかなと。上げたらこうドロンタリって。覚えとって、ノンツン覚えとって。ちょっと上げただけ、ちょっと上げただけ。さっき円盤のロータリーに穴もわからんようになるったって。違う違う違う。あそこまでわかりにかっちゃうね。円盤の方。ドボンついたわからんことになるけど。円盤の方も上げとかないと。今まで一発やっぱりね、一発いかない、スイカシャーピン持ってきて、ちょっとよし、どっちやった、これ標準よりちょっと上げたいな、ちょっと今下がっとった、上げとった、下げないからね、ちょっと上げね。ああ、なるほどね。ちょっと上げたったら、今ちょっと上がっとる、うん、いや、うん、今ちょうどどっかい見ればよかった今ちょうどが見る場所によっちゃ高さが全然だからちょっと標準でよかったのかね、うん、そこが標準、
り。スマートフォンをですね、音楽聴けますので、ぜひ快適な作業ができるんじゃないかなというふうに思っております。はい、で、あと、3番目でですね、スマート化への対応ということで、こちらの特殊仕様のゲット形式、ちょうど見ている西村の方がゲット形式なんですけども、こちらの特殊仕様のゲット形式ですね、ご紹介いたしております。
ました。これまでは皆様にね、いろんな商品をご提案しておりますが、まずは今日はね、この機材を見ていただきたいということで、まず商品の展示をさせていただいております。さあ、その他にもこの2023年を迎えまして、久保田の最先端の手掛けさんといたしまして、1月の日から3ヶ月間60、60、60、70、70と新たに設置し、実際に11機能が採用されたドラスターも今登場してまいりました。これまで実現の技を行いまして、入札や公演作業などマスクルームを行う作業も、この機械で20機能を使っていただきますと、誰でも簡単にマスクルーム、そして時間を少なく作業ができるということで、この熱中の60番機、65番機、70番機と、
Thank you.
って今のほら。Oh, my God.